先日制作したこのパレットなんですけども、今現状は無塗装の状態になってます。このままの色合いの状態でもうちの家の無垢の木の杉のフローリングと色合いが合ってて全然 OK だと思うんですけど、黒いマットレスが結構シックでおしゃれなんで、これに合うような形で下側もカスタムしていけたらいいかなと思います。これを塗装とかして自分好みのものにしていきたいなと思います。この木を、まず塗装していこうと思うんですけど、今回ちょっと使ってみようと思うのがターナーさんのオールドウッドワックスのチューダーオークというのを使ってヴィンテージの雰囲気に仕上げたいなと思います。ワックス塗装をした上にダイソーのステンシルでオリジナルの感じを出していこうと思います。オリジナルのステンシルプレートを作れるというもんで、プリンターで印刷してそれになぞって切っていってステンシルプレートを作るというもんです。色はこちらもダイソーの商品なんですけど、ナチュラルミルクペイントです。アースホワイトとブラック、この色合いをちょっと混ぜてグレーみたいな形にして色を塗っていこうかなと考えてます。はい、こんな感じでしっかり養生した上でパレットを塗っていこうと思います。でこのパレットなんですけど、全面を塗装するっていうわけじゃなくて必要なところだけね色を塗っていこうと思います。この細長い側面がステンシルのデザインが一番表現できるところなんで、ここをメインに考えてます。でパレットなんで、側面にこういった隙間があります。こっちもねちょっとした収納に活用しようと思うんで、ちょっと見える箇所なんで内側側面などは塗装しようと思います。パレットの上面はあちらのマットレスが上に乗るんでもう見えないところになるんで塗らなくてもいいんですけども、一応ねこちらのワックス薄く塗っていこうかなと考えてます。でこちらの裏側は塗らずに終えようと思います。木目がこういった感じで浮き出てくるような感じになります。無塗装のやつと比べると、やっぱりねこうヴィンテージ感が表現されてます。塗っていくのも簡単で、こういったウエスいらない布に、ワックスをつけて塗っていくっていう感じですね。こういった細かいところ、塗り残しが出てくるんですけども、そういうところはこういったいらない歯ブラシに、ちょっとワックスをつけてこのように塗り込んでいって、で拭き上げるっていう感じでできます。これだったらね簡単に細かいところも塗っていけるんで、ぜひねこの歯ブラシも使ってみるといいと思います。一度塗りの方終わりました。これ塗り終わってそのままじゃなくて、必ず綺麗な布を使って最終拭き上げて余分なワックスとか落としとかないと、たまにこうダマが残ってたりして衣服とかについたりするんで、必ずこの綺麗なウエスを使って拭き上げるっていうところまでやって完成です。ひとまず一つ目の方、ワックス塗装できました。結構いい雰囲気になったんじゃないかなと思います。まあ無塗装の方がこういった感じで白っぽいすっきりした雰囲気なんですけども、ワックス塗料を塗ることで木目が切れてヴィンテージ感っていうのが出てます。結局このスノコの上から見た時にこの縦のパーツが横から見た時にこう無塗装だと白くて目立ってしまうんで、こちらの内側も一応軽く塗っときました。結構いい味が出てるような雰囲気になってると思います。こちらのオールドウッドワックスチューダーオークの方をパレット2つ塗り終えました。味のある古材のような仕上がりにって書いてるんですけど、そんな雰囲気が出たんじゃないかなと思います。乾燥時間は1から2時間ですね。で完全に硬化乾燥するっていうのが1週間ぐらい、かかるとなってます。幅が980で120、この980、120のサイズでペンシルのデザイン柄をちょっと考えていきたいと思います。
はい、こんな感じにステンシルシートの方完成しました。今ちょっとこう仮置きしてるんですけど、結構いい感じだと思います。こんな感じで前面をデザインしたんで、ステンシルの難易度が高いかなと思います。それとこのパレットを組み立てた状態でステンシルをしようと思うと、多少ねこういったところ段差があるんで、この前面のステンシルのデザインだとこういった段差があって、ここに綺麗に固定ができないですね。こんな感じでちょっと段差があってぴったりと固定するっていうのが難しくなってます。なのでね、一回ステンシルをする板のみを一度解体して、でステンシルをした上で組み立て直そうと思います。4枚の板取り出しができました。このステンシルシートをきちんと固定がしやすくなったんで、ステンシル加工をしていこうと思います。きっちり固定するために、この裏側にスプレー糊を振りかけて、板材に対してしっかり密着させた状態で貼り付けてから塗料を塗っていきます。I always start the fight and you put the fire out. I always say too much and I get jealous. I never hear you out and that is selfish. I always start the fight and you put the fire out. I'm sorry for the way we left things. I know you're hurting. I didn't mean to start a war.Still learning how to talk about my feelings. You know it is hard sometimes. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you.If you give me one more try, you might just realize that it will always be us two. Always keep my guard up and I'm sorry. I built my walls so high you couldn't climb them. But you're not the one to blame. I know this is all on me. 1日乾燥させました。塗料も十分乾いてます。このね、ステンシル加工、この板材に対して前面を使ってステンシルするというデザインにしたんですけど、これだけ細長いステンシルシートが必要になるんで大変だと思うんですけども、ワンポイントで一部分にステンシルするだけでも十分、オリジナルの感じが出せるんじゃないかなとは思います。ではまたこれを組み直していきます。Sometimes, maybe I just
こちら裏側なんですけど、まあ、裏側はもうほぼ見えないとこなんでワックス塗装もほとんどしてません。ワックス塗装とステンシル加工の方を終えました。結構ねいい雰囲気になってるんじゃないかなと思います。上に乗せるマットレスが黒色なんで下側のパレットも雰囲気があってよりおしゃれになったんじゃないかなと思います。スノコのこのサイドの横の空いてる空間あるんですけども、こちらにダイソーのこのトリムバスケットを入れてみます。こういった感じでサイズがぴったりですね。これね、スノコの通気性確保しながらでもスペースを収納として使えるんで、こういったケースとかでスペースをね有効活用して収納に使っていただけたらいいかなと思います。2つのパレットなんですけど、うちのねこの間取り上左側通路として通るんでこのようなレイアウトで配置してます。家の間取りによってはスノコの角度を変えてこの収納スペースをこちら側に持ってくるということも可能です。一度ちょっとやってみます。一つだけね角度を90度に変えて長辺の方を収納に一部使うっていうのも全然ありだと思います。でね、こちら側ステンシルシートが見えるとこなんでこちらを見せたい側だったらこういう風なレイアウトもありかなと思います。向こうのパレットも同じように90度回転しておいてみます。長辺の方を全て収納に使うとこんな感じです。意外と収納力あるかなと思います。雰囲気がすごく合ってていいんじゃないかなと思います。